おい、静江が来てるぞ、みんな俺の家にじゃないわ。俺の島に、いつの間にか。皆さん、夜分に失礼いたします。ただいまの動物の森の時刻は2021年10月12日火曜日の午前0時16分です。そして今日は住民のパタヤさんの誕生日でもあります。パタヤ誕生日だね、今日10月12日なんや。へえ、おめでとうございます。では今日も皆さんが楽しく暮らせるように精一杯お手伝いさせていただきますね。えっし、何さらっと馴染んでんのお前。初めましてやんけ。ちゃんと挨拶せえや。こっちとらお前島作ったドンやぞ。はい。おはようございます。いや、こんばんは。また郵便来てんね。お母さん、お母さん。本を読み、リンゴ頬張り、一眠り、ながら満喫、欲張りの秋。お母さん、プレゼントくれる、優しい。母のポットカバー、どういうことね、それ。え、手作り、もしかして。え、あ、びっくりして。ああ、こっちか。あ、これ。よーし。いや、ちょ、待てよ。せっかくのお祝いし、なんかプレゼント持ってってあげようぜ。必要っしょ。なんかあるかな？どうしよう。これでいっか。はいよー、パタヤ、お邪魔します。ハッピーバースデートゥーユー。お邪魔します。ハッピーバー。お前、まあまあ、でも、まあまあ、そっか。時間回ったばっかから誰もらえないな、さすがにな。こんな夜中にな。まあ多分今日の昼とか夕方ぐらいにパーティーするんやけど、ちょ、ごめん、今日の昼と夜は俺来れへんから。ちょ、一番最初やろ。これ多分一番乗れる、俺。うん。これいらない？これ、君への誕生日プレゼントだよ。おのどう続きかい？よく見ると可愛い顔してるね。ありがとう、続き。でも、そういえば、この魚。これとは、フードさんに渡してやってよ。絶対喜ぶからさ、どうだい？は？いや、普通に泊まりに拒否したよ、お前、それ。鈴木からの鈴木を拒否した。どうしようかな。パタヤに誕生日プレゼントいらんって言われたからな。せっかく俺がコレクション、俺のコレクションの1個をあげようとしたのに。あいつマジで白状のやつやな。普通さ、誕生日プレゼントさ、もらったら何であれさ、喜ぶよな、まず最初に。うん。なんで人にあげるって発想ができんの、あいつ。頭おかしいやろ、あいつ、ほんまに。役所ができてんのよな、そう。役所ができてるんですよ、いつの間にか。なんでこんなでっかい役所ができてんの、俺の村に。できたん、どうも、どうも。ご覧の通り、立派な案内所が完成したたまもの。これもこれも、鈴木さんの初めておかげです。住民の皆さんのおかげ。まあ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 、まあ、僕がやったのは最初の1ヶ月ぐらいですかよ。まあまあ、あとの9ヶ月は多分住民の皆さんが協力してやってくれたんじゃないですかね。はい。で、放送でも紹介したんだけど、こちら。今回新しい案内所オープンに合わせて、より良いサービスを提供できるように、こちらの静江さんをお迎えしたものも。あれが鈴木さんですね。鈴木じゃないわ。静江の声忘れたわ。何でもいいや、もう、たぬきさんより、お名前を伺っております。まだ着任して、おられる。今、仕事の覚えることでいっぱいいっぱいなんですが。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたしますね。とにかくそういうことなんで、今後は僕と静江さんの二人で役割分担してサポートしていくだなもの。ざっくり言うと、僕がお家だ建築関係で、静江さんが住民や暮らしに関わる相談担当なんだけど、相談希望する方のカウンターの前にいつお越しかけてお待ちいただいたら、すぐに対応させてもらうんだなも。新しいサービスのことなんかも、それぞれカウンターで直接紹介させてもらうからね。どちらにしても、鈴木さんには他にもお願いしたことがあるから、また都合の良いタイミングで僕のカウンターまで来てちょうだい。それじゃ、進化した案内所と動物の島を末永よろしくだもの。いやー、
いつの間にこんな大きくなってんの俺の島。俺がいい日間に。ってことで、この島を僕の帝国にしようかなと思います。はい。この島を僕の帝国にします。これが僕の動物の森の目標です。全部支配下に置きます。この市役所も。村人も。はい。海も、山も、すべて僕のものにします。まあでもね、帝国を作るって言ってもすぐに、まあ今、タヌキチがこの島のトップなんですよ、実質ね。俺はお手伝い人みたいな感じでコキ使われてるだけなんで。まあいつかこの立場をひっくり返すために、まあ、まず最初にこいつの下に行かないと、僕は。下にちゃんとついていかないと。うん、こいつの信用を得たいんで、まあまずこいつの、その、まあ命令を聞こうかなと。うん、すんなりと。どうもどうも、鈴木さん。おうちのローン全部払ってくれてありがとうございました。どうもの。鈴木さんならちゃんと払ってくれると思ったんだもの。わからんぞ、ワンチャン払ってなかったかもしれんぞ、俺。ところで、今のおうちって、女性的には満足してるだもの。やばい、こいつ、やばい。俺に金を使わせようとしてくる。やっぱね、お金って、めちゃくちゃ強いっすよ。うん。力が。うん。権力があるやつって大抵お金を持ってるんですよ。それを分かっとんね、タヌキチは。だから、ここで俺にお金を持たしてあかん。だから、こいつから金を全部取ろうという。もう、見て、この目。悪い顔しとるわ。うん。めっちゃ悪い顔しとる、こいつ。もし、手狭に感じたことがあったなら、ここらでもう少し広いおうちに増築することも提案するだなもの。その方が家具もたくさん飾るし、収納スペースだって広があるから、暮らしにゆとりができるだなもの。とにかく、興味があったら、気軽に相談して、だなもの。その手には乗らん。じゃあ、まずは何をしていくかって話なんですけど、まあ、まずはね、まあ、住民からも僕10ヶ月いなかったんで、この町に。多分、住民からの信用も低いんで、まずは、まあ、信用を上げるがてら、この村を、豊かにしていこうかなと。まあ、雑草とか、まあ、雑草案外あった方がいいっていう人もいるから、まあ、一概に雑草を全部取るのがいいというわけでもないんやけど、まあ、とりあえず、このむ、島を、より良い島にしていこうかなと。はい。で、あ、鈴木さんって、結構いろんなことしてくれるんですね、みたいな。うん。すごい、鈴木さんがいたら、この島、もっと発展するんじゃないですか。たぬきさんなんかより、鈴木さんがトップになるべきですっていうのを、やっぱ住民から言ってもらわないと、うん。なんてやろうな。その、やっぱトップになるには、周りを引き連れないといけないよね。うん。だから、俺だけ一人が、うわあ、俺がトップやってもう、さすがにトップにはなれないんで、うん。でも、周りの支持を得るために、まあ、ここは、まあ、一番下っ端として働いていこうかなと。やっぱり下から大事。うん、豊臣秀吉もそうやったから。うん。まず何したらいいんやろうな、全体的に。街の開発って何したっけ？俺、全然記憶ねえわ。何したか。昔やってた時、俺、どんな感じで村発展させたかわからんわ。まず橋とか作ってたよな。なんか、島レベルを上げなあかんかったよな。全体的に、土地とかを増強とか、川を作ったり自分でするには。まずそこ目指すか。な。今からそこ目指すやつおる、動物の森で。うん。ただみんな3、4年前にそれやってるよな。今から、ほんまに最初からやってるやつおんのかな。まあいいや。とりあえず、まあこういう草もむしてって、やっぱ草も虫とかな、多分あかんと思うねんな。やっぱこういうのも景観大事やから、割とそういう評価に入るような気する。うん。ていよーし。コオロギ捕まえた秋の日音楽家。うん。なんかコオロギとキリギリスみたいなさ、話しなかった動画で。これカボチャ取っとくか。取っといていいよな、かぼちゃとか。なんでこんなところにかぼちゃが生えてんやろ、でも。お邪魔しまーす。お前さ、お前二日前来た時もさ、なんかずっと作ってたよな。なんも変わってねえぞ、家、お前。何作ってんの、二日間ずっとそれ。多分相当最高傑作ができんやろな。だってこいつずっとこれ以外作ってへんねんもん。こんだけ時間かけて。何も作ってん。何作ってんのそれお前。そんな、どでかいもん作ってんのかな。何作ってんのかめっちゃ気になるなお前そんなに。
えへ、鈴木か。今ちょうどいいとこなんだ。ならね。忙しそうだね。へへ、聞いて驚け。俺今、ハロウィン中菓子を作って、ハロウィン中菓子ってなんだ。ハロウィン中菓子か。区切るとこバグってたわ。ハロウィン中菓子や。筋トレしてたらビビッとひらめいてさ。いつもだって見れなくなって、こうして作ってるとこなんだ。おいらの最高の傑作、ハロウィンな隠しの作り方。おい、マジ？おお、面白い、欲しい。おう、ちゃんとメモしてるから、バッチを教えてやるぞ。ああ、なるほど、こういうイベントもあんにゃ。そういうハロウィン来るからな。ハロウィンの準備をしたんよな。これを作る材料のカボチャだけど、カボチャの苗を育てるところから始めればね。汗水も入って、おすすめだぞな。なるほどね。オッケー、ここにあったわ。オッケーオッケー、これ覚えなあかんのか。オッケーオッケー、これで覚えて作れるようになるのか。よしよし、作りたい作りたい。作れるかな、素材あるかな。お、あ、木材か。よし、とりあえず木材ちょっと集めたから、これで何か作れるんじゃないかな。どうやろ、作れるかな？お、作れる！ラッキー。うわ、オレンジのかぼちゃ3つも使うんか。結構割と使うね。ハロウィンのかかしできたね。いや、これ良くないか？このハロウィンのかかしは正直。これめちゃくちゃ良くない？いいね！え、良くねえ？これ。これ良くねえか？めちゃくちゃ。ここに置いとくか、このかぼちゃ畑にな、一個。うわ、めちゃくちゃええやん、これ。いいね、ハロウィンの準備していきたいな、事情そう考えたらな。うん。まあ、俺結構夜型やからな。結構いる店とか、住民が結構おらんから、そういうレシピとか結構もらえへんかもしれんけど、ちょっとずつハロウィンに近づけていきたいね。うん。